自分たちで作ることで言われてやることじゃなくて自ら進んでやろうっていう意識に変わったと思います。みんなで頑張って守ろうっていう意識がすごいいろんなところで見られます。実際コロナに本当になっちゃって今まさに戦っている人たちが一番辛いっていうことはやっぱり子どもたちもすごく分かっていたみたいで、自分たちも怖いって気持ちはあってもそういう人たちは絶対に差別しちゃいけないんだっていうこととかはすごくすんなり理解できてたかなと思います。いろんなことを制約を受けている生活を行っているので、子どもの気持ちを全面的に受け入れた上でこうアドバイスしたり指導したりしていく先生を目指して声をかけています。